ゆうさん、ハンターにしたら優しくしてくれない？ハンターにしたら、どういうこと、ん？どういうことですか？あー、変身できなかった。記録無視したみたいになっちゃった。ライン、あ、ちょっと待って、変身しよう、変身しよう。ごめんなさい、ちょっと記録無視しちゃった。ふざけてると思われる。引き分けくらいくれ。お前バカ野郎。はい、猛感視使ってここでね、負けてね、認知1万を減らすのが僕ですんで、そこよろしくお願いいたします。ちょ、待って、今のうちに認知1万じゃなくなる前にちょっとスクショだけ撮らせて。これでもし認知が1万切っても認知1万達成いたしましたっていう動画出せるんでね、ちょっと僕だけ撮らせてください。はい、オッケー、よし、これでなんとかなるわ。はい、ゆうさん、ハンターにしたら優しくしてくれない？ハンターにしたら、どういうこと、ん？ハンターにしたらどういうことですか？あー、変身できなかった。ちょっとスクショ撮ってたら全然気づかなかった。ごめんね、ごめんなさい。記録無視したみたいになっちゃった。 LINE の記録無視みたいになっちゃった。もうなんか感じ悪い男じゃん、これじゃ。伝説の D さんに記録無視されましたっていう。あの男はね、返信、LINE の返信しないんですよ。僕もこの前 LINE の記録無視されたんですよ。いう悪評が広まっちゃうよ。僕はそんなつもりじゃなかったのに。まあ、悔しい。てかさ、先に行くって何？夢の魔女？あ、夢の魔女か。あー、やだな。ちょっと待って。全然さ、夢の街じゃないやんけ。待って、これは出る寸前に乗ります。いや、乗って乗ります。 OKOKOK ありがとう、袋ありがとう、ナイス袋。さあ、これはまあ先にね、まあまあ待たれちゃいますが、全然大丈夫です。なぜなら棺桶が墓場にあるんだもの。大丈夫よ、私は問題ないわ。ちょっと待って、間に合った、歌子。おお、間に合った。うわー、間に合った、痛い目勝った。うわ、やった。おお、気持ちいい、やば。え、待って、フィーバータイム覚醒モード突入。鏡も入った。これ停止だー。なんで連射も行くの、僕を意地悪して。もう大丈夫だよ、大丈夫。鬼没も入った、鏡も入った。これにて本当は僕から遠いとこに逃げなきゃいけないね。よーし、オッケー、完璧。さあ、ここ隠密したいな。もうわけわかんないところに隠密しよう。さあ、わけわかんないところに隠密するよ、タケチェン。よっしゃー、脳幹最強。最高っすね。ということで、解読を回していく。さあ、これで占い師がチェイスになってダウンしたとしても、おわーい、お願いします。間に合ってください。一生のお願い使うよ。一生のお願いです。やばい、来たぞ、やつが来たぞ。隠れろ、隠密大作戦。ミッション、隠密を成功させよ。血の城がお前を探して墓場に来ている。やつから逃げるんだ。来てないんかい。全然墓場来てないんやんけ。恥ずかしい男みたいになってる。さあ、ナイス、いい滝鉄、素晴らしい、ありがとう、いい滝鉄をありがとう。さあ、全員回復、マジででかい。脳幹視最強じゃないですか、これは。奴が来たか、ついに到来か。血の女王到来、墓場に到来するか。いや、わかりづらい。
到来するはしない。なんかこれ来そうだからお水しよう。どうせね、どうせ僕以外はもう初釣りですから、僕はもうね別に解読しなくてもいいんですよ。ミッション、お水、おお来たー、お水を成功させろ。すごい怖い血の城が町に攻めてきたわ。おい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 、お水失敗、やばやば、水沢大ピンチ、ピンチの D 絶対絶命。どうしたらこの危機を乗り切れるのかな。みんなの声援が必要だ、みんな僕に声援を。頑張れ伝説の D、 頑張れ、お前ならいける、みんながお前を待ってるぞ。ああ、みんなありがとう、みんなの声援のおかげで僕は頑張れるよ。みんな声援をありがとう、みんなのおかげだ。くっそー、お水なんでバレたの、なんで分かったの、お水がすごいね、よく分かったね、そこに隠れてるの。いいとこに隠れたと思ったんだけどな、おかしいな。まあ、ただこれで通電は確定だ。さあここからは問題やで、通電後僕が頑張ってチェイスをすれば勝ち確定だからね。頑張るよ、僕頑張るよ。さあいいワープ、いいワープ、うわうまいな、ワープ消すの、うまワープ消すの、うま、あっ、おっ、ではよしよし、鏡使い、まあ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 、まあ、ここで死んで、いや、はい、軽く集中。さあ18秒耐えれば勝ち、18秒耐えれば勝ちだ。一生ここにいてよくない、あ、おでかっ、ちょっとやばい、キーボードバグ、はい、マップの端で死にます、マップの端で死にます、いつから遠いところで死にます。さあこれをすることによってゲートを開けることができる。さあ味方はその間にゲートから、残念リーダー、素晴らしい勝利。本日のヒルラン最後の試合、完封でございます、血の女王完封、大勝利、うー最高最高。今日絶好調なんだけど、本当楽しいね、絶好調。皆さんぜひ夢の試合がいいなと思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録8万人まであと少し、皆様のお力をお貸しくださいませ。やったー、素晴らしい。じゃあ敵のね鬼没も使わせて、そしてあ、ちょっと待って、編集しよう、ごめんなさい、ちょっと記録無視しちゃった、えやば、ふざけてると思われる、ごめんなさい、変身できませんでした、できません、よし、あ変身できません。さっきのは、野沢にってことですか、どういう意味ですか、ああもうふざけてるやつって意味、思われちゃうよ。よし、さあ、ちょっと変身をね。ふざけてるやつじゃないんだけどな。結構真面目に働いてるんだけどな。おい、オッケー、まあ、とりあえず、変身を待ちましょうね。LINE の変身を。あ、来たよ、D さんは、なーに ?D さん。あ、てか今の試合、ヘラクレス昇格戦だったんだ。おめでとう、おめでとう。よく、強眼を使うじゃん、そうだね。僕はよくね、強眼使うね。確かによく使うよ。それでどうしたんだろう。あ、ドキドキするね、この変身ね、ライン。怖いね、この、一回この置く感じ。D さんは、よく強眼を使うじゃん、溜めるね。なんだな、その言い方はすごく気になるよ、続きの文章が。あー、結構悩んでるね。何?すごい、でもドキドキしてんのかな?はぁ、これ本当に送っていいのかなって。多分ドキドキしてんだろうね、今。送っていいか送ってダメか。あー、どうだ。その時は、チェイス、させないで。その時はチェイスさせないで。え?どういうことだ?B さんはよく強眼使うじゃん。あ、その時はチェイスさせないで。ハンターとして会ったら、なんだろう、ハンターとして会ったら何?え、なんだ?チェイスさせないでってどういうことだ?チェイスさせないで。いや、ちょっとわかんないな。どういうことですか?もしかして、ヤサオにってこと?ヤサオに。で、
ことですか？いや違う、もう本当にふざけてるみたいに思われちゃうけど、僕結構真面目に文章打ってるんですよ。あ、え、やりますよ。 D さん、ハンターやらないんですか？やりますよ、僕はね。ランクマーで会ったことがあって、あーはんはん、はい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 、なるほどね、はいはいはい、ランクマーで一回対戦したことがあるんだね。ケース、どのくらい上手くても負けて、ああ、チェイスはそうなの？ああ、そうか。そうだったんだ。引き分けくらいくれ。お前なんだよ、急にタメ語かよ。ちょっとカズさん、ごめん、ちょっと待って。急にタメ語かよ、お前。今まで超可愛かったのに、お前。急にお前。なんだよ、それ。引き分けくらいくれよ。優しくして、なんだよお前、可愛くねえな、引き分けぐらいくれよじゃねえよ。こっちはな、大切なんだよ勝ち負けが。そんな引き分けにするわけねえだろ、バカ野郎。ラッサンにするわけねえだろ。やってんなぁ。ふん、したいです。マジで草なんだ。急にタメ語はマジで草、本当に草。いや面白かった ね。あ、外国人の可能性はありますよね。確かに外国の方の可能性はある。今の試合まあ良かったですね。ということで、まあチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではでは。みんな笑ってる。いやそれはだっておもろいもん、おもろいもん。これはね、おもろいよ、マジで。おもろいもん。じゃあ、やらなくて、自分かい、自分で笑ってんのかい。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。